散る。小島監督はプロモーションのビジュアルコンセプトにこの言葉を選んだ。僕が手掛けた最初のメタルギアっていうのがこのスネークのサーガを含むシリーズということで、それがとりあえず今回終わるという宣言での散るですね。花が散った後っていうのはその種子が飛ぶわけですよ。もうスネークの体の中にある種子がいろんな DNA が飛んで、それが火星の中を漂いながら新しい新天地で実を結ぶっていう、そういう思いの散るです。いろんな遺伝子とかを皆さんに受け継いでもらって、次の世代のクリエイターが、メタルを継続していってくれたらいいなという、そういう、内なる思いというか、そういうのがあります。小島プロダクションは200名近い大所帯。デザイン、プログラム、スクリプト、サウンド、いずれも業界トップクラスのクリエイター集団。広大なフロアの一番奥に小島監督のブースがある。ここから全てのアイデアが生み出される。僕の席がちょっと汚いです。ここです。ここです。で、今はここでゲームをチェックしながらですね、これに一個一個このアイテムを右にせとか、ここは音はこうせとかっていうのを書いていくんで、もうタコができてしまうので気をつけてますが、こうかな。そのすぐ近くにあるのが新川陽子のブース。キャラデザイン、メカデザイン、アートデザインの新川陽子さんの部屋です。こんにちは。こんにちは。二人は長年にわたり共にメタルギアを作り上げてきた戦友だ。今いつもと変わらないんですけど、シリーズ通して、キャラクターデザインと世界観の設定というか、絵の部分全般を、監修するという仕事ですね。しかし PS3 という新しいハードにより新川の作業量は膨大に膨れ上がっていた。ライティングとかの作業をしていく上では、今までの PS2 とかに比べると、下手したら10倍ぐらいの、時間がかかってるのかなという気がしますね。出せなくはないけど全然完成してない状態。作業量の増加はハードによるものだけではない。キャラクターデザイナーの佐々木秀樹は物語の圧倒的なボリュームに悩まされていた。単純にその PS3 になったから増えた作業量も当然あるんですけども、今回ボリュームがものすごく多い。本作のデモシーンは8時間以上、登場人物は100人を優に超える。コスチュームのバリエーションであったりとか、いろんなエフェクトの作成であったりとかっていうのも、こちらで担当している、ところもあるので、実質5倍ぐらい増えているんじゃないかと思います。作業量の増加により開発は著しく遅れていた。メタルギアチーム今ピンチだと思います。でサウンドの方も、今結構ボロボロな状態ということを認識しています。MGS4 っていうのは本当に、すごい大きいプロジェクトで、難物だと思います。正直なところ、現在の、ですが、まだちょっとユーザーの期待するレベルにはまだ達していないと感じております。厳しい現実を痛感させられる。不安があるスタッフに小島監督の檄が飛ぶ。あと数ヶ月で完成しないといけないです。この数ヶ月がですね、ゲームでいうと 50% ぐらいになります。ここで頑張るか頑張らないかでクソゲーになったりいいゲームになったりという、それが重要な時期です。最後の数ヶ月でゲームのクオリティが決まる。小島監督はスタッフに繰り返し訴えた。最後の2、3ヶ月ですね。ゲームデザインを、周知というか、繊細にして、
石橋叩きながらものを作っていくんですけど、やっぱり全部の部品が揃ってですね、一通り最初から終わりまで音楽も入ってエフェクトも入って、でその流れを通してやってみないとなかなかわからないことがあってですね、でそこでの微調整っていうのが、すごく効いてくるんですよ、細かいところが、作りっぱなしじゃなくて、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら、細かいところを調整していくと、インタラクティビティなっていうか、インタラクティブなメディアなんで非常にこう痒いところに手が届くというかですね、そういうサービスを提供することができるんですけど、この時期小島監督は最後の調整に入る。ゲームをプレイし、操作性、演出、難易度の調整を行う。修正箇所を紙に書き、担当者のところに行き指示を出す。これ走行のサプレッサーつけてもノイズ発生してて、はい、部屋に戻り再びゲームをチェックする。朝から晩までひたすらそれを繰り返す。今サプレッサーをつけてたんです、消音銃をつけて、はい、蓋 あの銃声がしないのに見つかったと。今のは本当しちゃいけない、銃声というか見つかったらいけない、これはコーションなんですけど、これバグです。あと今やってたのは手すりのところでぶら下がってこうやると煙を入れてくださいっていうのを言ってたんで、それのチェックで入ってました。あと、アイテムがこの台の上にここにありましたけど、これが本当にここから飛んで取れるかどうかっていうチェックです。あとこの辺の足音のチェックとかをしてました。細部にわたり細かい指示を出し続ける。これが検査表と呼ばれる小島監督からの修正依頼書。しかし何とも読みづらい。ほとんど読めないと思いますけど、これを読めるようになるんです。この汚い字がある日突然読めるらしい。本当に読めるようになるのだろうか。小島監督と付き合いの長い松花プロデューサーに話を聞いてみた。監督と一緒にこうゲームを長年作ってきた人でないとね、読めないと思うんですよね。これこのまま、この紙を、あ、監督からこれ来たよ、パッと渡しても伝わんないなと思うことあるんで、そういう時は逆に通訳書くんです。これはこういうことっていうのを書いて渡したりもしています。1月15日、初めてのモニター会が行われた。ボス的のチェックというかですね、ちゃんと解けるかとか、大体どういう武器でどれぐらいかかるとか、そんな感じです。この日は制作スタッフ以外の人間が初めてプレーをする日。3年間の成果が今試される。スタッフの誰もがモニターのプレーを食い切るように見つめていた。反応は上々、思わず笑みがこぼれる。うまくはまってる人もいるんで、こっちが用意した、でも最初のモニターとしてはいいんじゃないですかね。しかし別のモニター会では思わぬ問題が発覚した。本作の新機能であるオクトカムをほとんどのモニターが使用していなかったのだ。